栗林料理は、愛知県天郡沙織町出身のプロ野球選手、宇藤右内、広島東洋カーアップ所属、2020年東京オリンピック、野球競技金メダリスト。軟式野球を始めた当初は、内野手で、愛妻市立諸畑小学校在学中に、諸畑ドラゴンズ、愛妻市立沙織中学校在学中に、藤花クラブへ所属、愛知明高校在学中に、 投手へ転校した。進学した名城大学で山内相馬コーチに指導を受けてから急成長。愛知大学野球のリーグ戦には1年時の春季から登板すると3年時の春季にノーヒットノーランを達成した。リーグ戦では通算で32勝を挙げたほか2年時と3年時にはチームの周期優勝を経て明治神宮野球大会に出場。3年時には 大学日本代表へ選ばれた。大学4年生だった2018年の秋に、プロ志望届を日本学生野球協会へ提出し、10月25日に行われた NPB ドラフト会議に臨んだ。2位指名以内でなければ、社会人チームに進むことを決めており、結局指名漏れとなった。卒業後は、トヨタ自動車へ入社。 入社1年目の2019年からエース格で活躍したばかりか、同年のアジアウインターリーグでもジャバ選抜チームの優勝に貢献した。2020年10月26日に行われた NPB ドラフト会議1巡目で広島東洋カープから単独指名され、契約金1億円、年俸1600万円に出来高分を加えた最高の条件で入団した。 背番号はかつてきた、別府学や英川勝博が使用していた十20。二2021年には、笹岡新次監督から抑えに指名され、開幕第二戦となった3月27日の中日ドラゴンズ戦で3点リードの9回に登板し、三者凡退の、投球でプロ入り初登板初セーブを挙げた。六月十三日に途切れるまで、開幕から十二試合連続無失点を記録し、 新人投手による開幕からの連続無失点、試合数の日本記録を更新した。前半を防御率0.53という抜群の成績で終えた。2021年6月16日、東京オリンピックの野球日本代表に選出された。大会では、侍ジャパンの守護神として、前後試合に救援登板をし、初戦ドミニカ共和国戦のプロ初勝利を、 はじめ2勝3セーブと日本の金メダル獲得に大きく貢献。決勝のアメリカ戦では9回2点リードで登板し、リードを守り抜き、胴上げ投手となった。オーバースローから2021年9月4日に記録した最速時速 155km のストレートに加え、カーブ、カットボール、フォークといずれも高い水準の変化球を投じる。なお、プロ入り後は、 リリーフ専門ということもあり、ランナーがいない場合でも、セットポジションから投げている。社会人時代の2020年7月に、名城大学の同級生と結婚していたが、広島入団に移際して単身で入寮した。幼い頃から、中日ドラゴンズファンである。ありがとうございます。